はい、こんばんは、ポップです。エフェックチャンネル、10月26日月曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 えー、とうとうね、大統領選前、えー、ラスト1週間の週が始まりました。えー、そしてね、えー、10月の最終週ということでね、まあ月末なんですが、来週の大統領選をね、えー、見据えて、なかなか動きづらいような状況になろうかというところでございます。えー、そうそうね、日経平均の方は、えー、わずかな下落ということで、えー、小動きをしている中で、えー、ダウンの方はね、少し下げているという状況でございますので、まずは株式相場の相場感ね、こちらを振り返っていきましょう。 こちらのサイトをご覧ください。はい、えー。いつもの世界の株価のサイトでございます。えー、まずはね、えー、金曜日の、えー、ニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、マイナス28ドル、終わり値で28,335ドルということで、わずかに0.1%下落して、1週間の取引を終えたというところでございます。えー、そして、えー、週明けの日経平均も同じぐらいの、えー、値下がりというところでございますね。 本日の東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス22円。終わり値で2万3494円ということで、0.09%。ほぼね、金曜日のダウ平均の下げ率と同じぐらいの下落をしたというところでございます。そして、時間外取引に関しましては、日経平均はね、若干下げた、20円ほど、ね、下げた2万3480円付近。 そしてダウ平均の方はね、大きく下げて、300ドル近いね、下げをしている、今2万8000、少し、2万8000ドルを少し上回っているというような状況でございます。株式相場の方はね、じりじりと弱い中、為替の方はね、逆に円安方向に進んでいるという状況でございますので、まずはね、米ドル円の方から振り返って見ていきたいと思います。 はいえー、まずはね、えー、米ドル円の15分足、えー、こちらが1日の時間軸のチャートでございます。えー、本日の、ねえー、オープンに関しましては、えー、104、えー、10円70銭、えー、このあたりからスタートしたという状況でございますが、えー、東京マーケットのね、えー、中値が決まるところぐらいから、一旦ね、円安方向に跳ねて、えー、本日ね、105円に近づく場面も、えー、あったというところでございます。 ただね、えーまあ、当初からお話ししておりました105円のレジスタンスと104円50銭のサポートですね。えー、ここからなかなか脱出することはできないというところもありましたので、105円に、ね、近づいたところで上髭をつけて一旦は調整しながら今は104円85銭というところでね、えー、少し方向感を失っているドル円でございます。 そして、今もね、少し見ていただきましたが、60分足、1週間の時間軸のこちらのドル円のチャートをご覧いただきますと、先週ね、ビッグイベントとして、105円をね、今までのサポートラインを明確に割り込んだというところがございました。一旦ね、割り込んだドル円に関しては、104円50銭でサポートが入りながら、今度はね、今までのサポートラインであった105円がレジスタンスとして機能している。 そして、下値はね、104円50銭でサポートが出ておりますので、そのね、サポートラインはしっかり守られているということで、この104円50銭から105円、どのように出ていくかというところがね、今週のポイントになろうかと思いますが、まずはね、今日のニューヨークマーケットがオープンするまでは、ここはね、動かないというような状況でございます。22時30分からニューヨークマーケットスタートというところと、今日はね、23時から住宅の販売件数ですね。 これはアメリカの経済指標となりますが、まあ、そういったところで動く可能性があるというところでございますが、基本的には105円から104円50銭、この間をうろうろするというような状況が続くと思われます。 そして移動平均線の方もね、トレンドが出ているといったところから今はほぼ横ばいという形でね、レンジ相場ガチガチのレンジ相場になっておりますので、まあ、こういったね、レンジ相場は無理に手を出す必要はないかなと思います、えー、本来であれば、ね、105円付近でショートと104円50銭でロングというところをね、言いたいところなんですがあまり見たところでもね、こういったところ値幅が非常に少ないというところとレンジブレイクしたら一気にやられてしまうというところがありますので、まあ、ストップロスを、ね 置けないといとうね、えー、初心者の方に関し僕はこういったところはね、えー、そんなに無理して、えー、トレードをせずですね、えー、明確に105円を、えー、抜けたところ、104円50銭を割り込んだところでトレンドが出てからね、えー、勝負しても問題ないかなと思いますので、今日のね、えー、ドル円に関しましては、えー、ポジションを持たずね、えー、様子見という形でよろしいかと思います。 まあ週始めのね月曜日というところもありますし、まだニューヨークマーケットオープンしておりませんので、今のね段階でポジションを取るというところは少しギャンブルになってしまうかなと思いますので、ここはね明確にえこの50ピプスのレンジを抜けた方向でねえ判断するというところで、現段階では見送りというところがよろしいかと思いますので、参考にしてください。4時間足ご覧いただきましょう。 はい、えー。4時間足ご覧いただきますと、下がってきた4時間足の移動平均線24ですね。えー、こちらで、えー、一旦はね、やはり上値を押さえつけられて、えー、105円をね、上回ることができなかったというところでございます。えー、ただ、えー、動きにくいところも事実となりますので、下方向では104円50銭。 そして上方向はね、この移動平均線もございますし、先ほどお話ししました、こちらのね、過去のサポートライン、約1ヶ月間の時間軸となりますが、明確にね、105円付近でサポートラインが入っておりまして、まあ、これを割り込んだ以上ですね、今度はレジスタンスとして機能するという形ですので、やはり基本的には105円から104円50銭。こちらのレンジを抜けないと、明確なトレンドが出てこないという形になりますので、現段階では見送りを推奨させていただくという形になりますので、まあ、皆さんのね、 投資判断の一つとして参考にしていただければと思いますはい以上でドル円相場の解説を終わりまして続いてオーストラリアドルですね5ドル円の解説をしていきましょう、はい、5ドルの方はこちらもね円安方向に若干近づいているというところでございますがやはりまだレンジを抜けるような勢いはないというところでございます 今日の解説、すいません、今日のスタートですね、東京マーケットのスタートは74円60銭付近からスタートしたというところでございます。東京マーケットはね、あまり動かないというところでございましたが、欧州時間になりまして、一旦ね、上方向の5ドル高円安方向に進んでいったというところでございます。74円50銭ではね、引き続きサポートが入っているというところとね、上値のところも75円を明確に抜けることができないという形になりますので、まずはね、 ねえー、こちら60分足ご覧いただきますと、74円50銭から75円、えー、そしてね、えー、過去1週間見ていただきますと、74円25銭まで下がったところがありますので、まあ、広い範囲で言えば、74円25銭から75円、えー、このレンジの、えー、段階で動くというところになろうかと思います。 そして、なかなかね、このトレンドの中にいるというところはね、米ドル円と同様の考え方となりまして、やはりね、トレンドが出てる状況であれば、ポジションを取りやすいという形になりますが、今もね、移動平均線が水平になってきたということでね、なかなかトレンドが出てこないというところであれば、この辺りはね、見送りにする、もしくは十五円のね、手前で、この陽線が陰線に切り替わるというところがあればですね、六十分足ベースで陰線が 確実に見えてたというところであれば、ショートを組みながら74円50銭、そしてえまあ大きくね、狙っていくということであれば74円25銭でえ利益確定というところでよろしいかと思います。 ただね、この反転を確認してからね、ショートで入る場合は、75円の少し上ぐらいでね、ストップロスを置かないといけないというところがありますので、このあたりはね、忘れずにストップロスを置くというところを意識していただければ、ショートで入っても問題はないかなと思いますので、このあたりも参考にしていただければと思います。4時間足ご覧いただきましょう。 はいえー、4時間足ですね、えー、移動平均線が今までの右肩下がりの下落トレンドからですね、えー、明確に、えー、こちら移動平均線を平均足のチャートが上回って、えー、その上側に、ねえー、乗ってきたというところでございます。 ただ移動平均線ね、えー、これが75円を超えるというところがあればね、えー、もう少し右肩上がりという形になりますが、逆に75円でレジスタンスを食らってしまった場合は、移動平均線がね、やはり横ばいという形になってしまいますので、まあ、75円を、えー、レジスタンスとして、えー、74円25銭、こちらがサポートのレンジ相場が、えー、続くという形になります。 そして75円はね、週末スペシャルでもお話ししましたが、こちら、過去1ヶ月間の中で、1回、2回、3回と明確にサポートが入っているというところでございますので、割り込んだ以上ですね、逆にレジスタンスとして機能しやすくなるというところはね、十分に気をつけながら、もしね、60分足ベースで75円の手前で、要線から陰線に転換した場合ですね、このあたりで陰線に入った場合は、ストップロスを置くというところを前提に、ショートを組むというところでよろしいかと。 思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上でゴードル円の解説を終わりまして続いて、えー、ポンド円の解説をしていきましょうはい、えー、ポンド円の方も若干ね、えー、円安方向に進んだんですが、えー、137円で、えー、またもやレジスタンスを食らってしまったかなというところでございます 今日のオープンのところは136円50銭を少し上回ったところからスタートしたという形でございますそして東京マーケットがあってねヨーロッパ時間でまたもやね嫌らしい形でフェイクが入ったというところでございます一旦ね安値をつけて下方向に走ると思いきやねそこから逆回転ということでねよくねヨーロッパ時間の初動ですね15時から17時ぐらいまではこの逆方向に行くというところがありますので、まあ、このようにね今回も同じように逆方向に 進んでいたとといいうところでございますえただ、えー、137円はですね、えー、60分足ご覧いただきましても、こちらでも長い上髭の、えー、レジスタンス、そして過去でもね、えー、1点1回2回とね、えー、レジスタンスを食らっているラインでございますので、一旦はね、えー、15分足ベースではございますが、今は、えー、一旦跳ね返されて、レジスタンスが効いているというような状況でございます。 とはいってもね、ねやはり移動平均線が上がってサポートが入ってくると怖いんですが、まあ、一旦ねん60分足でこの要線が陰線に切り替わるというところがあればね、ね先ほどの5ドル円と同様にですね137円の少し上側に損切りラインを、ね、置くというところを前提にショートを組むというところもよろしいかと思います。 ただ、この要線がね続くような形で伸びていった場合は、ショートは不要という形になりますので、あくまでもこの要線が陰線に137円、このボリンジャーバンドの上限や137円という、ね、過去のサポートレジスタンスラインのところで陰線に切り替わったというところがあれば、ショートを組みながら136円50銭、こういったところで利益を確定していくというような、ね、流れでよろしいかと思います。 そして136円50銭ね、こちら1週間で見てみましても、まあ今日も含めてね、1回、2回、3回、4回とサポートが入っているラインでございますので、まあ、非常にね、狭いレンジを形成しているという形でございます。やはりね、トレンドが出た,できてでたところからね、勝負した方がよろしいかなと思いますが、 えただね、えー、こういったところ、えー、137円というね、えー、せっかく明確なレジスタンスラインがあるという形なので、まあ、60分足を見ながらね、えー、ご判断いただければというところ、そして利益確定は136円50銭、えー、こういったところでね、まあ、30ピップスぐらい取れればというところでございますので、えー、参考にしていただければと思います。4時間足ご覧いただきましょう。 はい、4時間足ご覧いただきますと、こちらもね方向感出ていないというところでね、ね移動平均線がほぼ水平という形になっております。137円はね先ほどもお話した通り、レジスタンスラインやサポートラインになりやすい。ただね、過去はレジスタンスラインもまあ満載という形になりますので、やはりレジスタンスを食らいやすいところではあるかなというところでございます。 よってですね、先ほどの60分足、これで137円でね、レジスタンスを食らった場合はショートというところでございますが、ただ、何度もね、くどいようですが、このままね、60分足が続いていってしまった場合、60分足の要線が続いていった場合は、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまでね、すぐ上がる可能性がありますので、あくまでも、こちらね、トレンド転換した際に、要線から陰線になった際にショートを組む。このまま要線が続いた場合は、見送りというところをね、忘れずに、しっかりと、 考えられる方はですね、ショートを組むというところでよろしいかと思いますので、1つの相場感の参考にしていただければと思います。はい、以上でポンド円の解説を終わりまして、最後にユーロドルの解説を見せていきましょう。はい、ユーロドルの方は若干ね、勢いがなくなって、サポートラインのね、1.18に近づいた場面でございます。 今日のね、オープンのところは1.1850付近からのスタートというところでございますが、時間の経過と,とともにね、下方向に、ユーロ安方向に進んでいるというところでございます。若干ね、ヨーロッパ時間に入ってから、こちらもフェイクが入った。一回上に吹き上げると思いきやね、また下がってしまったというね、これもいやらしい動きでございますが、フェイクが入ったというところでね、一旦は1.1800ですね。この辺りまで下がる場面もありましたが、一旦はね、反発をして、 1.1825付近に反発をしていいいるというとうころでございます週末スペシャルでもお話した通り、60分足ではね、この1.18、今までのレジスタンスラインをこちらね、明確に上抜けた先週でございますので、一回ね、サポートも明確に入って、今回もね、サポートが今のところは入っているというところでございます。 1.18ね、なかなか割ることが難しいという状況でございますので、このような場面でね、陰線から陽線、これが1.18付近から切り替わったというね、ちょうど今ぐらいのタイミングで陽線がね、続くようなところがあれば、しっかりロングを組みながら、まあ、1.19のね、手前、1.1875付近ですね、先週の高値ぐらい、こういったところで利益確定を狙っていくというのは、決してね、悪い選択肢ではございませんので、この1.18でサポートが入って今、まあ、こちらもね、 1.18を割り込んだところでストップロスというのは必須でございますが、まあ、ロングを組んでも、ねえー、悪くない選択肢かなと思いますので参考にしてください。4時間足もご覧いただきましょう。4時間足ご覧いただきますと、えー、今まで過去に、ね、1.18のレジスタンスラインが、ねえー、明確に効いていたというところが分かります。 レジスタンスラインはね、過去のレジスタンスは今回のねサポートということで、1回2回1.18をね、上回ってからサポートが入っているという状況でございますが、上値の方もね、こちら1.1875付近では上値が重いという形になろうかと思います。こちらもトレンドがね、明確に1.18を割り込むか、それともね、1.19付近まで一気に吹き上げるかによってね、変わってきますが、今の段階でね、少し取りたいというところであれば、やはりこちら1.18よりか 上側ですねここでサポートが出たところ4時間足ですと反応が遅いという形になりますので60分足ベースでこのような形で要線がねもう一回続きますとより硬いかなと思いますがこのようなところがあればねしっかりロングを組んで1.1875付近で利益確定というところをね狙っていってもよろしいんじゃないかなと思いますこの際はね1.18割れにストップロスという条件がつきますのでこういったところをねしっかりとストップロスを置けるという方はですね 試しのロングというところもよろしいかと思いますので参考にしていただければと思います。はい、えー、以上でね先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。 先週ね、えー、土曜日には、えー、大阪でね、えー、セミナーを開催させていただきまして、ありがとうございました。えー、私自身もね、えー、非常に、えー、元気が出たという形になりますので、えー、引き続きね、えー、こういった YouTube 等で、えー、チャートの解説、そしてね、えー、ちょっと勉強になるような動画もアップしていきますので、引き続きね、えー、参考になったという方いらっしゃれば、いいねボタンやチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。えー、今週ね、えー、大統領選前の1週間となりますのでね、えー、頑張って、えー、トレードね、えー、そしてお仕事していきましょう。今回は以上です。バイバイ。